ドン・ホラーが君臨する銃声帝国にはいろんな種族の銃声人ダブルマンが住んでいる。ダブルマンたちはドン・ホラーに絶対服従を誓っている。だが中にはドン・ホラーに背いた罪で処刑され、このように石牢の中で一生苦しまなければならない者もいるのだ。するな。私はお前を連れ出しに来た。何？終身刑のダブルマンを連れてまいりました。ダブルマン、お前は二つの道を選ぶことができる。一つは今まで通り指定の石牢で暮らすか、もう一つは宇宙刑事ギャバンを倒して自由の身になるから。もしギャバンを倒せた場合、お前を大幹部に取り立ててやる。やめろ。手土産はギャバンとやらの首でいいんだな。危うし烈、大逆転。円盤部隊が石油コンビナート襲撃したわ。何？あのほのほはわしが仕掛けた罠だ。まで絶対に死なないぞ。手強い相手だ。なぜ逃げ帰った腰抜けめ。ハンターキラー、こやつを元の石牢にぶち込んでおけ。あ立て、待ってくれ。ギャバンに勝つ方法があるんだ。ギャバンに勝てる方法とは？わしにモンスターのパワーをくれ。そうすれば勝てる。なるほど。ダブルマンとモンスターを合体してダブルモンスターを作り出す。これは画期的な思いつきだ。じゃあ生体伝送実験を開始しよう。はい、実験開始します。
消えた、消えました、出た、出てきました。もう一息だったのに。でもハムスターの細胞を元素に分解してこちらのカプセルに送ることには成功した。もう 80% 成功したも同然だ。まあよかったですね。おめでとう。あなた、え、いますよ。じゃあちょっと帰りますね。なおちゃん、おめでとうっていうのよ、パパに。おめでとう、パパ。なおやか、パパの生体伝送装置ももうすぐ完成するよ。君たちは連れて行け。はい。生体伝送の実験を続ける光月教授が突如実験室から姿を消したとの情報を得て、列は教授の研究所へ急いだ。先生は電話中だったんですよ。ええ、話している最中だったんです。直也と早く探してね、パパを。まるで異次元空間にでも迷い込んだような話ですね。魔空だ、魔空に違いない。光月教授、あなたが実験中の生体伝送理論を応用して生体合体装置を作ってもらいたい。生体合体装置。動物を伝送する場合、一度細胞体を元素の状態で分解し、さらにそれを再構成する。元素に分解した状態で組み合わせを変えれば、牛と馬、蛇と猿の合体も自在のはずだ。戦い、私は宇宙旅行に備えて生体伝送装置を開発してるんだ。それを動物の合体に応用するんだって、戦い。奥さん、あ、ちょっとすみません。光月教授は誰かに脅迫されたりしていませんでしたか？脅迫？ええ。さあ、死にたくなければ作れ、作るんだ。教授、あれを見ろ。よし、今度こそ叩きのめしてやる。待て、ダブルマン。このダブルマンが殴り込めば、あなたの妻子もおそらく生きてはいまい。どうする？さあ、どうする？どうする？必ず探してね、パパを。必ず探し出して連れてきてあげるよ。約束だよ。約束だ。ナオヤ。パパだ。ナオヤ。あなた。あなた、一体どちらへ？ずいぶん心配しましたのよ。魔空ではありませんか？魔空に連れて行かれたのでは？関係ない。魔空に連れて行かれたのを隠している。きっと裏に何かある。光月教授はついに魔空に屈して生体合体装置を作り始めた。Yeah.
合体装置がもうすぐ完成する。わしと合体したい奴はおらんか。なかなか気性の荒い奴だ。よし、お前と合体しよう。待望のモンスターは選んだ。合体装置はまだか。何をぼやぼやしているんだよ。大変だわ。今はまずい。しばらく奴の目をよそに向けさせるんだ。こんにちは。どうも。鍵がかかっていたはずだ。いや、開いてましたよ。ええ、何ですかこりゃ。装置だよ。生体伝送装置だ。随分大掛かりなんですな。チンパンジーを使おうと思ってね。今度はチンパンジー。ほう。邪魔なんだ。出てってくれ。いや、僕はここにいますよ。ここは私の実験室だ。直哉君と約束したんですよ。パパの安全を守るってね。1、2、3。はい、1、2、3。ミミーと月子は列の依頼で教授夫人と直哉のガードを続けていた。もっと軽やかに。下手だな。1、2、3。おお、ほらミミさんと月子さんでねえの。いやいやいや、こちらさん。いや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 、まあ二人ともテンスルックがよく似合うな。どう抜群だこりゃ。エッチなね。さあ乗ってきたぞ。ちょっと取らせてね。一枚ちょっと激写なんじゃねえ。困りますよ。ちょっとちょっと、なん出れてください。ちょっと話してくださいよ。ちょっと乗ってきたんだからね。ちょっとお願い。ちょっとイズマイ取らせて。目線ここだ。ちょっと待ってよ。目線がここだ。うんうん、もうちょっと、もうちょっと、はい、ここだ。おっ、何すんだよ。なんだこんなもの。ああ、カメラをちょっと、ああ壊しちゃった。壊してやる。くえ、何すんだバップの。あえで、お母さん。どうだ。耳、大変よ。教授の奥様と直哉君が。え、高くと直哉の身に。必要はない。それより一刻も早く装置を完成させることだ。どうしたの。魔空の陽動作戦。何ですって。俺を実験室から引き離すためだ。ああ、早いとこやってくれ。初めから言ってるように、この装置は不完全。それは承知の上です、教授。急げ、早くやれ。では、これより。強さがあるんだ。ダブルモンスター。名古屋パパ、今日から光月ファミリーは魔空城に移り住んでもらう特別ゲストとしてね。
そんな刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。乗着了解、コンバットスーツ連装します。マンの知能とモンスターのパワーを合わせ持つダブルモンスターは確かにギャバンの強敵であった。わしは負けはしない。覚えておれ。よかった、みんな無事で。
生体合体装置を作らされていたんです。生体合体装置。合体装置がない。マクーが持ち去ったんだ。どんどん作り出すつもりよ、あの恐ろしいモンスターを。心ならずも作らされてしまったんです。なーに、宇宙刑事ギャバンが叩き潰してくれますよな。どんと来いマクー、俺は戦って戦って戦い抜いてみせるぞ。恐るべき強敵ダブルモンスター、次はどのような作戦で来るか。命がけの勝負が待っている。負けるな、レッツ上着せよ宇宙刑事ギャバン。星空のどこかにふるさとがある。愛する人が俺を呼んでいる。悲しみの重さにうつむく夜は瞳をあげるのさ、銀河の彼方へ。立ち止まるな、ギャバンとダブルモンスターの対決は相打ちに終わった。だがマクーとダブルモンスターの挑戦はまだ続くだろう。そしてそこにはどんな罠が仕掛けられているのか。ギャバンはマクーの地球征服を阻止するまでは倒れるわけにはいかないのだ。地球の平和を守るため、上着せよギャバン。愛と悲しみの別れ、とどめの一撃。お楽しみに。